13日ファイヤー楽しみです。洋服の青山のスーツ本当に使えるの？超高機能ジャケットが首枕に大変身。ネックピロージャケットを徹底検証。結論から言います、マジで使えます。出張や外出先を想定してあらゆる移動時に使用してみました。まずは新幹線、首へのフィット感はバッチリ熟睡です。起きた後の首の疲れ不快感は軽減されます。復元力が半端じゃない。そしてシワが全然気にならない。続きまして深夜の高速バスです。リュックの中に一日中ギュッと入れっぱなしだったジャケットを取り出してバスの中でサクッとピローを作ります。はい、完成。ピローの形に首が慣れてきたのか熟睡です。到着です。朝方誰もいなかったので堂々と着替えちゃいます。ピローからジャケット、実際使ってみると想像以上に便利です。全然シワにならないのがほんとすごい。続きまして飛行機で沖縄へ移動します。もう慣れたものでもう即爆睡です。服の中の温度上昇を抑制する機能が備わっているので暑い沖縄でも快適に過ごせました。ちなみに船の移動時の経験なんですけれども、枕が高くて首が疲れそうだったのでピローを枕にして超爆睡。気づいたら到着してました。船酔いもなく快適な旅でした。伸縮性があって動きやすく長時間のデスクワークにも向いています。もし疲れたらピローにして少しだけ仮眠、ちょっとした休憩にも大活躍です。速乾性に優れているので汗をかいても不快感が少なく、細菌加工のため細菌の増殖も抑えてくれます。家庭用洗濯機で洗っても大丈夫。しかも速攻乾きます。カジュアルスタイルからビジネススタイルまで幅広く着回せるスタイリッシュなデザイン。セットアップスーツとしても着れます。超簡単にピローの作り方を伝授。背裏のポッケに手を入れて裾と袖を掴んで引き込む。反対側のポッケも同じように掴んで引き込む。形を整えてスナップを閉じて完成。超簡単。高機能ジャケットでありながら旅先やちょっとした休憩時間に活用できるアイデア商品。実際に感じてみてください。想像以上に使えました。